あ、ありがとうございます。面白いです。いいですか、これ何ですか。そうですね。あ、シップリ、はい、ダンクもちょうど出てて。え、この何の SB ですか。白い前出てる。あー、あの3種類、白黒グレーの。白黒グレーの。すげえ。え、じゃあ今変えてるってことはめちゃくちゃ早く当たったんじゃないですか。そうですね、7番目とかだったんで。わあ。すげえ。わあ、めちゃくちゃ人気なの抑えてますね。抑えましたね。抑えてますね。うわあ、すげえ。ありがとうございます。じゃあ数、これ数少ないんじゃないですか。いや、あの、これ結構まだありました、ね。こっちのジャケットありそう。はい、ジャケットあとも三色買いできたんで。三色買いで、三色できてるんで。なんで？三色買ってました、ね。あ、じゃあ逆に一色で。僕は一色で。おお、はい、逆に良心的。みんなだって買えるなら買っちゃいますもんね。そうですね、あのでかいトートも。あ、でかいやつも。わあ、じゃあ今日やりましたね。勝ちやん。いやいやいや、ジョーダンの方が欲しいです。あ、そうか。今日ジョーダン1も欲しくて。欲しくて。ゲリラ。並んで1グループで呼ばれたんで。あ、並んでて、シュプリーム1グループで呼ばれて。もういいや。どれこは持ってないんですか。どれが持ってないんですか。ヒデさん、はい、これは全部あったんですか。白黒グレー。いやグレーはないです。白黒だけ。白黒だけです。10番目ぐらいでもう売れちゃったんで。じゃあほんの数足なんだ。リストクル。それ変えてるって勝ちましたね。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。高尾さんです。今日は6月10日の土曜日。シュプリームはウィークの16。そういう細かいことは気にしないです。シュプリームが売ってる日なんだってだけ。シュプリームが出る日だっていうことで来たって。どこの店舗行ったんですか。今日原宿です、ね。あ、原宿で。はい、で結局ジョーダン1も東京23の方に並んだ。あ、アンディフィーテッドか。アンディフィーテッド渋谷店のジョーダン1並びも結構人いたんですか。はい、最初そんなにいなかったんですけど、結局最終193で、当たりが多分15ないとか、そんなレベルだと思います。約200人並んでんのに、当たり15あるかどうかぐらい。やっぱ20ないと思いますね。それで、シュプリームは結構早い番号で入れたんですか。シュプリーム、はい、そうですね。10番で入りました。え、早っ。毎回でも1グル大体引くんで、シュプリームはなんか今回は。すごい。ちょっとじゃあ見せてほしい。なんか高尾さんのことだからまたいっぱい買ったんでしょう。いっぱい買っちゃいましたね。うわ、なんかすげえ買ってるぞ。うわ、何これ。何なんこれ。分からん分からん。ラージトートバッグ、すごい。結構かっこいいですよね。かなりこれもスニーカーは2足ぐらいは入るんで。何ですかこれ。込みで結構しっかりした分厚い生地なんで、はい、一応型が崩れないんですね。そこがちゃんとあるんですね。そこがあって結構しっかりしてでかいサイズ。なんかバッグ全部買ってよ、全種類買ってよかったみたいな。あ、全種類、はい、もう多分全部の商品。ああ、今回は制限がなかったんだ。はい、なかった。制限ないから制限なく買ってきましたね。バッグ買ってきましたね。わあ、同じタイプのショルダー。これは連れと2人で買った。ああ、はい、お連れの方に買ってもらって。あとは自分用であった。これショルダーが意外とちゃんとしっかり大きいんですね。そうなんです。でもなんかトートと生地感比べるとちょっと違うんですよね。はい、こっちの方が薄い感じがして、こっちの方が厚い感じで。こっちの方がしっかりしてるんだ。そうですね。ああ、うん、本当だ。でもこう横から見てもこんな分厚いもん。結構分厚いですよ。はい、こっちは結構もう指通っちゃって。でもこの感じのバッグは珍しいですもんね。うん、今までない。ちょっとかっこいいです。今までのナイロン製はちょっとよれちゃったりするんですけど、結構生地しっかりしてるんで、肉食がいて、まぁ、あ、ちょっと服装によって、白い T シャツの時はこっちに、黒毛の時はこっちみたいな。基本的に白と黒しか着れないみたいな。差し入れを。あとは、ちょっと。買いすぎだろ。そんな感じですね。すごいな、はい、これは自分ので、こっちはシーンですね。支援のとご自分のと、はい、高尾さんっすね。ちょっとそれはリバーシブル？それはリバーシブル？これリバーシブルじゃないんじゃないか。まあいいわ。違った。行けって言われれば行けると。
ね、リバーシブルじゃねえ、ちょっと斬新だね、うん、僕は黒の方を被るかな。あ、それかっこいい。なかなかいいんですか。これは小さいかもしれない私。え、そのお団子が引っかかってんじゃない。そう、あのサイズ的にはそんなにすごいことになってるけど、わざわざかちっちゃい、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 のっぽさんみたいになってるけど、ちっちゃい、ちっちゃい、入らない。あー、確かー。それよりでかいと、だいぶブカブカになっちゃう。でも、しっかりはかぶれてないもんね。締め付けかも。頭でかいんだ、私。ありがとうございます。あ、一番最初にかぶせちゃった。何今一回油をこう乾かしたの。なんかさ、なんかついてたらなんか失礼じゃない。だって、ね、かっこいいっす。結構このシリーズの去年かな、黒のハーフパンツ持ってるんで、ちょっとこれと黒合わせようかな。いや、ありがとうございます。すげえ。太りすぎてダメっすね最近。ちょっと太ってきた。ちょっとかなり太ってきた。5キロ太りましたよ。5キロ最初会った時から5キロ太って。え、最初あお会いした時から 5キロ太ってんですか。ちょっといいもの食べ過ぎてますね高尾さん。なんですかね、旅行とか行ってて。ああ、行ってる。あの高尾さんインスタでよくストーリーとか流してますもんね。ほんと旅女子みたいな。そのぐらいのインスタグラマー旅女子ぐらい。旅女子に真っ暗ねえなパパと思って。ストーリー更新してますからね。パパカス女子よりよ。高尾さん、これでまた白選ぶっていうのがね。あ、チェーンなんです。ああ、なるほどなるほど。白が一番良かった。あ、本当ですか。ちょっとでも庶民だと汚れ気にしちゃいますけどね。これしかもこんないいやつだとさ、このサイズで2万ちょっとって、普通のなんかブランドから比べると全然安くないですか。ああ、なるほどなるほど。高尾さんのお知り合いのこの周りの方たちからしたら、みんなブランドもの持ってるから、このシュプリームのこのぐらいの程度なんで、なるほどなるほど。サマーバッグ的な感じですか。サマーバッグ、シュプリームのこれをサマーバッグ。もうちょっと近所で買い物したのを入れていくぐらいの感覚だ。僕去年海行った時これでした。これが一番なんだかんだです。あ、海行った時に水着とかタオルとか入れてるのにこの袋使ったんだ。そうそう、すごい伏せさん、すごい。これ狙いだったんだ。これ狙いです。値段びっくりする値段。そう、おいくらなんですか。2万ぐらいじゃないの、ハーフパンツなんて。約54,000、約54なんだ。いやいや、おばあちゃんが一人で手作りで作ってなきゃ信じられないです。ハンドメイドだと思うんですよ。あー、でもおばあちゃんかどうかわかんないけど、ハンドメイドっぽい。すごいっすね。それ狙いで行ってきて。そう、これが欲しくて。で、買えたんだ。すごい。ラスイチ。あ、ラスイチ、数少なそうだって。数めっちゃ少ない。デニム系はいつも少ないっすもんね。これと、これ、多分、一緒です。あ、帽子で買えたんだ。合わせる気満々やん。あと、まあ、このバッグも。赤。赤。赤選ぶやん。だって前のショルダー8,000ぐらいです。あ、高いっすね。14,000、高い。高いっすね。今回、ちゃんと物が入りそうな大きさ。ですよね、そうそう。今まですごいちっちゃいやつだったんです。なんか確かにそうです。あ、今回内ポケットないね。あ、ない。ああ、この編んでる特性上、うん、作らないですね。うちにこう布を挟んでないからね。今までのショルダーは全部あの中にあったんですよ、ポケットが。最近ベトナムなんですよね、メイドインベトナム。前まで中国なんですけど。黒と赤と2色だけ ?4 色。あ、3色。3色。白。あと白があって。これでも、さっきのめちゃくちゃ高いハーフパンツ変えたの、すごかったですね。すごかったです。何番ぐらいで入れたんですか。僕は80番ぐらいです。あ、それでもまだ残ってたんだ。不思議ですね。なんていうか、うん、そういう数少ないやつってでも人気じゃないですか。レギュラーアイテムだからかもしれないですね。でも今回そっちのバッグは人気でしょ多分。みんな買ってました。全色。この前のメッシュバッグといい、ちょっとそのバッグ人気が続いてますけど、わかんないですよ。買いやすいんじゃないですか。知らないけど。でもじゃあ欲しいのは全部変えたって感じ。欲しいのは全部変えました。あ、一番ちっちゃいサイズ変えたんですか。これね、32なんですよ。あ、でかい。ちょっとでかいんですけど。え、スプリームって28とかあるんですか。
いや、多分30から、30インチからだと思います。で、これは、ラスイチも32だけあります。ああ、しょうがなく。試着しました。ベルトして、見たときに、でかっと思ったか、履かしてくださいって言って、一応試着して。これ3個分だろ。はい、54 54です。これ3個より高いから。すごいですね。じゃあ今日めちゃくちゃ使ってますね。この帽子は1万とかするんですか？します。うわーお見ます。12,100円。わーハットが12,100円。はい。ショルダーバッグが14,300円。うわ8 8 8 8。本当はあのでかいバッグも買うつもりだったから。10。タコさんが買ってたやつ。はいはい。でもあれでかすぎたんでやめました。あーへー。あれがもうちょっとちっちゃかったら、もう一回りちっちゃかったら、ただ多分買ってました。そしたら10です。え、肩に何がいるんですか？アリがいるの？アリが。ちょっとみんな僕のことうんこだと思ってんじゃない？この前生えたかるし。あ、羽ついてるんじゃない？あ、飛んだ。飛んだ。また戻った。ここが餌だから。心地がいいんだよ。ハエ側、あ、アリ側の声かな。居心地いいんだよね。うんこだから。好きな匂いだから。居心地いいんだよね。笑っちゃいますね。笑っちゃいますね。TD さん。なんでなん。なんでなん。今日だってステューシーのバンダルだけだったんじゃないの。そうそう。そう、そう、そうじゃないじゃん。スニーカーズあるあるです。つぶっちゃいました。とりあえずやっちゃうっていう。はい、あの、ボッテムが気持ちいい。気持ちいい。久しぶり、本当久しぶり。いやー、今回スニーカーズでもみんな変えてないですよ。変えてないです、ね。みんな、まこっちさん、つむさんとか、まあ僕もそうだけど、狙ってる人が変えなくて、とりあえずやってみようの人が変えるっていう。笑っちゃってます。そんなもんですよ。ほんとそんなもんですね。不思議。で、今ゲリラやってますけど、ワールドオブフライトの冗談は。で、スニーカーズやってないとダメなんですって。ああ、見たいですね。やってて落選してないと。で？ああ、僕やってないんで、抜けてきました。だってゲリラでさ、一桁で並んでる人の先着でさ、並んでたらさ、やらないやん。それをお知らせしてないっていうのが怖いですよね。ヤッホー。ヤッホー。アトモスブルー前来てますけど、だから10人ちょっとぐらいしかいなそうですね、今。めちゃめちゃチャンスやん。ワールドオブフライトで今みんなまだ足止め食らってるから。そうなの？東京23の方も少なそうだった。10人いないぐらい。10人いないぐらい。やば。楽勝なんちゃう？いけんちゃう。あ、それはカットします。Tシャツお揃いやん。何これ。二人一緒に並ぶとちょっと怖いでしょ。ちょっと なるほどね。痩せさせないように努力してんだ。あ、逆にこのフォルムをね保ってるっていう。そうあ、チップリダンクにちょうど出てて、ええちょっと撮らせてもらって。ワールドオブフライトで一番並んで買えた方。はい。実物 A は、ね、はい、A は赤にしても面白い、うん、から返事しました。納得してない時の返事です。大丈夫、なんかうんちとかついてなかった？ついてるかもしれない。これ上が29、下が 28.5。 いやー、ヒデさん来た。帰りなさい。わーってことは、あ、ありがとうございます。お疲れ様です。いや、これはすごい。はい、すいません。